マスダ市立、摂州の合記念館は、島根県マスダ市にある美術館。摂州の墓とされる大記庵に隣接して、平成2年10月開館、摂州とマスダの歴史を展示、紹介している。摂州終焉の地とされる東光寺は、天正4年に火事で焼失、元禄15年に大記彰宿により、長安として再興され、大記庵と名付けられた。 完成11年には、本堂が再建されたものの、住職不在が長く、荒れ放題になっていった。そこで、大正15年松田町所大町長であった、寺井文三郎が、摂州終焉地保存会を設立し、会長に、平山重信、副会長に、東京美術学校校長、正木直彦、会計監査に、牛尾慶之助、顧問に、伊藤忠太、黒板、勝美、 高く須順次郎を迎え、大岐安を整備する募金を集めた。募金は順調だったが、その後の戦争に突入すると大岐安は修練道場に転用され、さらに荒廃が進んだ。これに心を痛めた人々は、昭和25年、第二次、摂州終援地検証会を発足、昭和30年には、摂州没後450年大延期法要を行って、 接収会館を建設するも、会館は保育園にされ、自然災害も重なり再び荒れてしまった。山上を見かねた付近の自治会は、昭和53年代キアンセワ人会を発足、同会は昭和55年代3時、接収検証会へ発展した。検証会は、接収の資料の収集、特に、接収の名画の複製を順次進めていたが、平成元年マ田氏が、 マスダ県、行像をふるさと創生1億円で購入する。これが、きっかけとなって記念館の建設運動が起き、マスダ氏も単眼に応えて、美術館が設立された。建物は、摂州が第一座を与えられた、ネーの天道寺を模して作られている。摂州マスダ県、行像。ありがとうございます。